皆さんこんにちは、柔道の野村忠宏です。コロナウイルスの感染拡大で本当にね、みんな自粛生活が続いてると思います。でこのね、チャンネルを見てくれてるみんなも、柔道が好きだったりスポーツが好きっていう子もいっぱいいると思います。もうね、気分がふーんってなったりとか、なかなかね頑張れないっていう、その気持ちもわかるけども、なるべくね、安全な環境っていうのを自分で作ってね、笑顔で楽しくね、免疫力も高めながら、そして自分ができる運動っていうのを精一杯頑張りましょう。で、私は今日ね、皆さんが家でできる、柔道で、役に立つような、一人打ち込みであったり、ちょっとね、体のエクササイズ、運動を、お伝えしたいなと思っています。ここはね、私が生まれ育った、実家の道場です。で、私は柔道一家に生まれたから、ラッキーっていうかね、本当にありがたいことに、こうやってね、道場で、自分の練習ができます。皆さんはね、家に道場があるってことはなかなかないと思うので、ご自宅、家の、フローリングであったり、和室があればね、和室の畳の上、約2畳分ぐらいでね、その一人打ち込みっていうのをやってほしいなと思います。初日ですけども、まずはやっぱりね、野村といえば代名詞っていうね、言われる得意技があるんですけども、みんな野村の得意技何か知ってますか？大体みんな知ってくれてると思うけど、答え正解は背負い投げです。もう背負い投げ、もう子供の時からね、私はこの背負い投げが大好きで、もうひたすら練習して、小さい時はね、ものすごい弱かったけど、いつかこの背負い投げをね、自分の得意技にして、世界に飛び出すんだ、世界一になるんだ、そうやってね、自分の夢、目標っていうかね、その、私の支えになったのが背負い投げでした。その背負い投げで獲得したものが、これでーす。ね、これがその96年、アトランタオリンピック。そして、こちらが2000年シドニーオリンピック。そして、これが2004年オリンピック発祥の地ギリシャで開催されたアテネオリンピックで獲得した3連覇の金メダルです。本当にね、背負い投げがなかったら私はこのメダルっていうのを手にできることがなかったと思う。それだけね、やっぱ自分にとって背負い投げっていうのは特別です。で、今日は、基本もね、伝えますけども、その基本にプラスして野村流の背負い投げっていうのを皆さんに、お見せしたいと思います。背負い投げの入り方ね、足の運び方ね、1、2で入る背負い投げと1、2、3で入る背負い投げ、この2つのパターンがあるんですけども、私は現役時代ものすごく低く入る背負い投げが得意だった。だからよりね、相手のこの中に入っていくっていうのを考えた時に、より深く入っていかなきゃいけない。あまりここで入ってたら前ができちゃう。だから私は1で入って、2でさらに深く入って、回転する中で潜る、1で入って、2でさらに腰を落として、そして3で潜る。そうすることによって低く深く入っていく。だから私はこの一人打ち込みの時も、この1、2、3で低く深く、これを自分のテーマに練習してました。1で入って、2で足を回して3で引き寄せる。1、2、3。柔道やってる子の中には、この1、2、3じゃなく、私は1、2で入りますっていう子もいると思います。そういう時は1、2、
この時に私からアドバイスできることがあるとすれば、この1、2の時にこの軸足をくるんと1、くるんと回すっていうよりも1、2で同じ場所であったとしても足を踏み直す、1、踏み直す、パパッと踏み直す、これが大事と思っています。踏み直すことによって前に体重が乗って、そしてそこから投げるという、ね、1、2、3でやったらもう必然的に自動的に1、2、3で踏み直す、ね、1、2、3、この最後、これがすごく大事だと思っています。足の運び方を一緒にやってみましょう。これはね、もう今は今日はね、野村が伝える、柔道教室なので、野村流で、みんな合わせてもらいたいと思います。 1,2,3 のね、ステップでいきます。1、ね、そして2を深く入って、ね、3で一度戻る、ね、普段ね、私も子供たちの練習をねたまに見るんですけども、 1,2,3 で入ってこう足をねこう残したまま、こういう子がいますけどね、やっぱ柔道っていうのはこの自然体から位置で踏み込む、踏み込む、そしてこの回転をつけるっていうのがすごく意味のあることなので、みんなね、打ち込みするときは1、2、3で入ったらしっかりと戻る、で1、2、3、そしてしっかりと戻る、ね、それも普段の打ち込みから、注意してください。でそこもね、考えながら一緒にやっていきましょう。いくよ、はい、1、2、3、もうね、上半身はあまり気にしないで、足の運びだけ戻る、いくよ、1、2、3、ね、戻る、1、2、3、そしてここでストップ、ストップした時に入った時に自分のこの足の幅がほぼ肩幅、そしてね、極端に外向いたり内向いたりしてないか、ね、足がこうバラバラになってないか、ね、そういう確認をしてください。1、2、3で、その時に腰を落とす、ね、腰を落とすっていうこと、膝を曲げて腰を落とす。どこまで私は落としたらいいの、どういうふうに落としたらいいの、これはやっぱりすごい疑問があると思います。でね、実際腰をね下げる、ね、膝を曲げて腰をね下に下げて、ね、けどここでこう崩れちゃったら意味がないわけ、ね、ちゃんとここまでこう落とした時に最後ここからね、下半身全身のバネで相手を投げれる、ね、それが大事なので、ね、下半身のパワー、ね、バネがなくならないような、範囲で腰を落とします。でそれはね、例えばね、みんな垂直跳びってやったことあるかな。今からちょっとその自分がいるところでちょっと静かめにだけど、めちゃくちゃ高いところ、自分が一番到達できる高いところにタッチするような気持ちでジャンプしてください。3回いくよ、1、2、ストップ、ね、このジャンプ、高いところにジャンプするためにエネルギーを溜め込むわけ、その時のこの姿勢ね、これが一番、いい姿勢かなと思ってる。だからみんなも、ね、ちょっとね、そこを背負い投げに合わせるのも難しいかもしれないけど、この形を覚えてほしいの。ね、この時の本じゃみんな実際、ね、高く飛ぼうと思って、ね、この姿勢で飛ぶ、足こんなで飛ぶじゃないよね。まあ、自然と肩幅で腰を落として、ね、背筋もこうやって飛べないよね。背筋も伸ばす、ね。こういう姿勢で飛ぶと思う。だから、高く飛ぶんだ。よしっていうこの姿勢、これが私が思う一人打ち込みの、まあ、腰を落とすというね、姿勢のベストポジションかなというふうに思ってます。
最後に、トレーニング、これで、今日は締めくくりたいと思います。で、まあ、柔道の場合ね、相手を捕まえる、ね、しっかり掴むっていうことが大事なので、やはりこう前腕とかね、腕の力も大事、やっぱり掴むってことも大事、それをね、鍛えるためによくね、こうグッパグッパグッパでこれでね、やるトレーニングっていうのがあるんですけども、まあ、これの延長線で、まあね、単にこうグッパグッパじゃなくて、こういう例えばタオル、ね、タオルを半分に折って、ね、そして、ね、両手でこう掴む、ね、この時に本当指でね、ファッ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 ってしたらすごい楽です、ね、ちゃんとこれも相手の柔道着を掴むんだっていうね、そういう意識を持って、ね、まあ、小指、薬指、中指、この3つでしっかりと握る握る握る、ね、でこの親指と人差し指はあくまでおまけ、ね、それで左右ともに合わせて、でこれをね、まあそうだね、1日100回、ね、これをやっていきましょう。じゃあね、みんなちょっとタオル用意してくれるかな。はい、前に出してしっかりとね、前に出してね、小指、薬指、中指、これでしっかり握る握る握るね。いくよ、こちらも一緒、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30、1、2、3、4、5、6、7、8、9、40、1、2、3、4、5、6、7、8、9、50、1、2、3、4、5、6、7、8、9、70、1、2、3、4、5、6、7、8、9、80、1、2、3、4、5、6、7、8、9、90、1、2、3、4、5、6、7、8、9、90、1、2、3、4、5、6、7、8、9、100。いやー、楽勝やね。ね、これでまだ楽な人はね、200回、ね、もっとできる人は300回、ね、どん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 数を上げていきましょう。それでね、この辺を鍛えて、ね、しっかり組むっていうことね、この下の3本で組む、下の3本で組む、ね、これを合わせてやっていきましょう。何度も何度も繰り返してやる、本当にそれをすれば、まあ、私みたいに、ね、すごい技ができるようになるかもしれないし、ね、それは自分次第、ね、自分がどういう努力を重ねたのか、それが自分の成長につながって自分の結果につながっていくので、しっかり頑張ってほしいなと思います。2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、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 2、3、4、5、6、7、8、9、10